ユスグスによる信号の位置と、震度分布2011年カンタベリー地震は、2011年2月22日12時51分に、ニュージーランドのカンタベリー地方で発生した、モーメントマグニチュード6.1の地震である。特に被害を受けた都市クライストチャーチの名を取って、クライストチャーチ地震、リトルトン地震、また単に、ニュージーランド地震と呼称される場合もある。震源は、 クライストチャーチ近郊のリトルトン付近で震源の深さは約5キロメートルである。この地震以降2000回以上の余震を記録している。同地域では2010年9月4日にもマグニチュード7.0の地震が発生しており、関連も指摘される。2010年の地震の最大余震との見方もあるが、詳しい関連性はわかっていない。ただし、 今回の地震は2010年の地震の震源断層の延長線上における地震空白域となっていた活断層で発生している。また、今回の地震から4ヶ月近く経過した2011年6月にも同地域で M6.0 の地震が発生している。また2011年12月23日、2回にわたって M5.8 の地震が発生した。 右横ずれ断層に逆断層の成分が加わった地震で、新王付近では東西方向に長さ約 30km 最大横ずれ変異量 5m の地表断層が出現したが、地震発生当時には断層の存在は知られていなかった。観測された地震波形を解析した結果、クライストチャーチ市内南部では1995年、兵庫県南部地震と、 同程度の最大速度と最大加速度は1928があると算出され、小規模な建物を破壊しやすい力に秒周期のパルス性の強い振動が記録されている。2010年9月の地震の最大余震とも解釈されている。地震で戦闘が崩壊した大聖堂。左上は最上階が崩壊した新聞社。 ザップレスの旧本社ビルクライストチャーチ近くの岩島、ラパヌイ岩ワは地震により崩壊したクライストチャーチ周辺が被害を受けており、クライストチャーチ大聖堂の塔が崩壊し、市内の多くの地域で停電や断水が発生した。また、クライストチャーチでは観測史上最大規模の液状化現象が発生し、カンタベリー大学の調査では、被害家屋は4万から5万棟に上るとされている。 特に、市内の中層ビル二棟が倒壊したことで、多数の死傷者が発生した。クライストチャーチ国際空港も、管制塔が崩れるなどの被害を受け一時閉鎖されたが、間もなく再開された。2011年3月3日、ニュージーランド政府は生存者がいる可能性は、ないなどとして同国は、行方不明者の捜索を中止したと発表した。2012年2月9日、 ニュージーランド警察は被害者数を以下の通り発表した。CTV ビルは1988年に竣工した6階建て鉄筋コンクリート作りの商業ビルであった。2011年2月時点のテナントは以下の通り。地震発生直後、北側のエレベーター胸を残して前層が水平に落下する形で倒壊し出火した。ビル内にいた CTV 社員、 語学学校の生徒、講師、社員、医療センターの患者、医師、看護師、カウンセラー、警察職員らが巻き込まれ115名が死亡1箇所における最大の被害を出した。この地震で日本人、中国人をはじめとした外国人の被害者が多かったのは4階の語学学校が昼休み時間で多くの留学生が在室していたためである。 CTV ビルは2010年9月の地震で複数の亀裂が生じ、2010年末から始まった隣接ビルの解体工事の衝撃で亀裂が拡大していたことが明らかになっている。2011年2月28日、CTV 会長が地震の前日に隣接建物解体工事の一環として CTV ビルの壁に穴が開けられていたと述べたことが明らかになった。 2010年9月の地震の後、クライストチャーチ市が行った建物の外観調査の際、CTV ビルに対して安全であることを示す、緑の判定を下されていた。この調査は、国の指針に反し、緑の判定には、建築技師が関わっておらず、市の担当職員だけで行われており、十分な調査がなされなかった。2011年2月28日、 クライストチャーチ市長と建設担当者は会見で内部の損傷に関してはビル所有者の管轄であり最終的な責任についても同様であると述べた市長は CTV ビルの崩壊要因について前年から大きな縦揺れを含んだ地震動を引き起こす地震が続いたことを指摘した3月3日ニュージーランドのジョン・キー首相は CTV ビルの崩壊について 警察の捜査対象になる見込みであることを示した。また、独立した調査組織である王立委員会を設置し徹底調査をする方針を明らかにした。2012年2月9日、ニュージーランド建築住宅庁は、カンタベリービルの崩壊要因が、激しい横揺れ、柱の弾力性と強度の欠如、耐震壁の非対象の配置であり、 さらに柱と耐震壁が建築された1986年、当時の基準を満たしておらず、構造上の欠陥があったと発表した。2012年12月10日、ニュージーランド政府の独立機関であるカンタベリー地震王立委員会は調査結果を公表し、原因は不適切な設計と執行にあるとした。クライストチャーチ市のダルジール市長は2020年2月に、 ビル東会犠牲者の遺族と面会し、非公開で謝罪した。27日には公式に謝罪する動画と文書を発表した。日本人の死者は28人に及んだ。2011年4月に最後の行方不明者の死亡が確認された。もともとニュージーランドは治安が良いなどの理由で留学先として人気が高く、また発生時は ほとんどの大学が冬季休暇であったこともあり多くの日本人留学生がクライストチャーチにいた。犠牲者も下記の通り全員留学生で高校を卒業して間もない学生もいた。以下は死亡が確認された日本人の所属していた専門学校及び留学圧戦元ニュージーランドドルは地震の影響に加えアラブの春の勃発による 中東情勢の緊迫化が重なって大きく売られ、2011年2月22日時点で、主要16通貨すべてに対し下落、米ドルと日本円に対して年初来安値を記録した。ありがとうございます。